ドジャースのジェームズ・アウトマン外野手が2試合連発となる2号アーチを放った。0対0の4回1失1、2塁の後期で相手先発バーランドの外角低めカットボールを中堅へ運び2試合連発となる先制スリーランを放った。アウトマンは前日8日のツインズ戦で今季初本塁打となる決勝の1号ソロ。開幕から不振が続いていたが翔平が2安打を打つのを見て、僕もクリケットバットを振ってみた。と大谷が7日のカブス戦の雨天中断期間中に室内ケージで使用して打撃練習を行い、その後の打席で2安打に結びついたクリケットバットを使ってるのを見て、自信もしよう。復調したと明かしていた。クリケット大谷。試合後の談話でスミスもクリケットバットを振って練習したと言われたら盛り上がるんだけど、ここでクリケットバット練習の効果が出たな。アウトマン不調でしたからね。調子上がり出してよかった。誰か間違えてネクストにクリケットバットで入らないかな。お子さんできたばかりのアウトマン頑張れ。クリケットバット練習をドジャースの選手がもっとやってくれたらいい意味でヤバいことになりそうですね。ここにも大谷加入の好影響が。アウトマンまで目覚めたらマジでヤバい。そろそろスタメン落ちしてもおかしくなかったから調子が上がってきてよかった。あとはラックスかな。これはセーフマン。アウトマンまで打ち出したらもう負けることないんぜ。振り方クリケットっぽいね。相手ピッチャーが気の毒なほどの打線。早速の効果が出てる。大谷クリケットやってるんだ。確かにルーチンでずっと手首は返さない、手でヘッドを返さないみたいな動作やってるけど、アウトマンまで調子上がってきたら穴がない打線やな。下位打線まで恐ろしいことになる。マジでクリケットみたいに面で打ってる感じするね。インコース大変になりそうだけど、大谷コーチとしても有能で草。クリケットバットでの練習はそんなに速攻性があるのか。ヤクルトの皆さんクリケットバット導入しませんか。心なしかフォロースルーもちょっとクリケット風のスイングに見える。クリケットバット流行るんか。まさに大谷効果ですな。大谷が引退後にクリケットやったりして。